ドーフィンはフランスのルノーが1956年から1968年まで生産した小型乗用車である。上級バーションはルノーオンディーヌとして1960年から1962年に販売された。ドーフィンは世界中各地で生産され、ライセンス生産分まで含めるとオセアニアから南米まで広範囲にわたる。スポーツモデルゴルディには ゴルディーニチューンのエンジンヘッドに4足マニュアルと4輪ディスクブレーキが標準装備された。またファクトリーレーシングモデルとして1962年と1963年にホモロゲーションモデル r 1 9 3が約2140台作られた。なお自動車評論家などが日本でも日のコンテッサ900のプラットフォームはこのドーフィンのものと 共通としていることがあるが勘違いである。ヒノとルノーは1950年代には提携ライセンス関係にあり、ヒノがノックダウンで生産した 4CEV は、ヒノルノー、亀の子ルノーと親しまれたものであったが、1960年代のコンテッサは、RR のレイアウト等が共通で見た目などに、いくつかの類似点もあるものの、その設計は、当時のルノーとは、無関係である。 コンテッサ900の冷却空気の取り入れの構造などの類似が、ルノー社のそれの密か用ではないかと、ルノーから日野に申し入れがあったが、さらに先行している事例として、ベンツ 170H があるのだから、高知のものであって、それは当たらないと反論したというエピソードが、存在している。ありがとうございます。